こんにちは。金ネ在住の山達です。グレタの投稿削除、環境正義マンへ電気自動車の闇ということで話をしていきたいと思います。 はい。えっ、ー、と、最初にまずお知らせです。過去の動画で何回かお話ししましたが、3月29日から4月3日まで諸事情であの、春休みのようなものをいただいております。で、普段は直近で起きたニュースをお届けしていますが、この上記の期間動画作ることできませんので、事前に動画を作成しています。まあ、なので、重大ニュースの速報とかができませんが、あの、そういう事情がありますので、ご了承いただけたらというふうに思います。はい。で、えっ、ー、と、こっからはですね、多くの人に知ってもらいたいなって思っていたことをいろいろ紹介できたらなっていうふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。 はい。で、えっと、今回の動画なんですが、あの、みんな大好き気候変動大変だ特使のグレちゃんことグレタ・トロンベルグちゃんがですね、とある5年前のツイートを削除したということが話題になっていますので、その話からいきたいと思います。まずこれがその投稿ですね。えっと、僕も一回ツイッターに上げているので見た方いるかもしれませんが、投稿されたのが2018年6月21日ですね。内容はですね、 トップサイエンティストは、えー、化石燃料の使用をやめなければ、 5年以内に人類が滅亡すると警告しているんだ大変だって、グレちゃんが大騒ぎしていらっしゃったんですね。はい。投稿されたのは2018年でした。今年は2023年、グレちゃんの予言をしている5年後に当たるわけなんですけれども、さあ世界を見渡してみましょう。いかがでしょうかって言ったら、全然滅亡する気配がございません。ということで、一体全体何が起きてるんだっていうねの、どんな奇跡が起きたんだっていう話ですよね。はい。で、ただね、グレちゃんね、これ削除したわけなんです。 ですがやっべと思って消したんでしょうねただね、一個言っておきたいのが、安心してくれと。あなた投稿したのそれ、6月21日でしょうと。で、今日この動画作ってるの今3月の末ですから、えっと、まだ3ヶ月あるわけなんですよね。ということで、あと3ヶ月すれば人類ちゃんと滅亡するから大丈夫だよって、一応ね、グレちゃんに言っておきたいと思いますが、はい。ね。あの <laughs>、ちょっと冗談はさておきで、あの、今回のこの気候変動大変だ関連って、 まあ、いわゆるその利権にまみれているところがあるのはもう多くの方がご存知の通りだと思いますし、あとこういうその詐欺師みたいな、その専門家とかトップサイエンティストみたいなやつがもう大量に溢れ返っているわけなんですよね。で、で、そのあたりに乗っかるその活動家みたいな連中がいっぱいいるわけなんですが、彼らが目をそらしている闇のような部分いっぱいあるよねっていう話を今回、えー、指摘していきたいと思います。はい。えっ、ー、と、まず今僕の住んでいるカナダの現状を一つ紹介しておきたいと思うんですが、 年末にカナダ政府がこんな発表しました。2026年に販売される自動車の5台に1台は電気自動車でなければならないという政策を発表したんですね。まあ、要は全体の大体20%ぐらいはもう電気自動車にしましょうと。で、さらに2030年までにはこれを60%まで引き上げて、で、その5年後の2035年までには全ての新規販売される自動車は電気自動車にしなければならないと。 いう風うにするってことを発表しているわけなんですが、えっ、ー、とまあ一応ね、その僕の今住んでるこのバンクーバーみたいな都市部だったら、まあ現実的じゃないですけど、やろうと思えばなんとかできるかもしれないんですね。なんですが、カナダって広いじゃないですか。 で、例えば僕が昔住んでたあの、極北って言われるね、その北極圏近い、有根順州のあの、ヘインズジャンクションってね、ちっちゃい村に住んでたんですが、そこに住んでた経験から言わせてもらうと、こんなことすると、あの、もう生活になりおかなくなる人絶対出てくるんですね。まず、あの、冬の時期って下手すらマイナス45度とかになる地域なんですよ。で、あの、常にその暖房とかつけておかないと、 家の中凍っちゃうんですね。もう水が出なくなりましたってなったらもうその時点で終わりですし、はい、そういうのことになっちゃうので、もう暖房費がえらいことになるんですよ。 で、そこに、電気自動車をね、その充電するための電気代もかかる。で、バッテリーっていうのその寒くなると色々状況変わったりとかするじゃないですか。そうなってくると、果たしてちゃんと機能するかもわからない。で、さらにその村って大体都市部から2時間ぐらい離れてるんですね。なんでその期間ちゃんと運転しなければならないじゃないともう食い物がなくなっちゃうと。で、さらには、あの、途中で例えばなんか問題起きましたってなったら、あの、県外ですから、基本的にその、 村と村の間とかはね。はい。っていうようなことにもなってくるので、命脅かされる危険性とかもあるんですね。なんでその辺の現実的な話、彼ら全くできてないんですが、じゃあなんでこんなことできるかって言ったら、例えば今、カナダの環境大臣って、スティーブン・ギルボーっていう人物なんですが、彼も政治家というか活動家なんですね。例えば環境保護団体グリーンピースっていうのがあるんですが、そこの元メンバーで過激な活動をやったことによって過去に逮捕されていることもある、えー、まあ筋金入りの活動家なわけなんですね。 ま、そんな彼がトップにいて、で、トルドーっていうね、無能が一番上にいるからこそこういうことになっているわけなんですが、えっと、この環境活動家さんたちっていうのは46億歳のね、地球大先輩のために、電気自動車に乗ればすべてが解決とかね、コールギ食えばすべて解決みたいなめちゃくちゃなことを言ってますが、あの、ま、もちろん彼らはま、大真面目に言ってるところもありの、利権絡みで言ってるところもありの、いろいろ複雑なところはあると思います。で、ただま、それ言うんだったら、ちゃんと問題点も、 無視せずに指摘しようねっていうところを今回言いたいわけなんですね。で、えー、っと、それがですね、まあ、あの、この一枚に大きくもう,う、なんだう入れられているわけなんですが、えー、例えば環境活動家さんたちが、そのみんな電気自動車に乗れって言っているわけなんですね。で、それに対してその背後のところにあるのが、まあ、このちっちゃい子供たちが、わかりましたと頑張ってあなた方のためにコバルトを掘り続けますっていう現実があるわけなんですね。今回このあたりを深掘りした話をちょっとこの後していきたいと思うんですが、あとバイデンも、 この電気自動車推進ってすごい熱心なんですよね。で、彼が会見で一回言っていたのが、ガソリン車を禁止することで、消費者は支出を減らせ。まずもうここ違いますね。はい。で、環境汚染が減り。これも事実に即してませんね。で、公衆衛生向上が加速しても意味が分かんないですね。で、環境正義が推進されよく分かんない。環境危機に対処することができるっていう、もう基本的に何を言ってるのかよく分かんないことをじいさんは言ってるわけなんですが、はい。じゃあ、この問題って何なのかっていうところですね。 まあ言うなら闇って言ってもいいかもしれませんが、まあこれを多くの人が知ることによって、じゃあどうするかっていうのを僕は考えるべきだと思うんですね。例えば電気自動車に必要なものって言ったらもうバッテリー不可欠ですよね。で、そこに重要になってくるのがリチウムとかコバルトっていうような原材料になるわけなんですが、この採掘による影響で環境破壊が起きてるんですね。 その環境保護のために電気自動車に乗るんだって言ってるんですが、本末転倒、それをすることによって環境破壊が起きていると。 で、さらには、事実上の現代の奴隷制度が存在しているんですね。特に、環境正義マンさんたちって基本的には社会正義マンと一緒のケースが多いわけじゃないですか。彼らって、そのなんか、人種差別をなくすんだとか、ジェンダー平等がどうのこうのだみたいなことを大騒ぎしてるくせして、ここ無視ですかっていう話なわけなんですね。で、えー、っと、ま、今回のケースっていうのは電気自動車持ってないからいいやっていう話ではなくて、例えば今現在この動画を見るために使っているであろう、えー、そのスマホ、またはタブレット、またはパソコン、またはテレビ、 もう身の回りにあるものに使われているのが、このコバルトだ、リチウムだっていうものになるわけなんですね。まあ、なんで一応僕タイトルは電気自動車っていうふうにしましたが、まあ、結局すべての人が知るべき闇なのかもしれないなっていうところかもしれません。はい。で、えー、と具体的にはですね、例えばこれチリのアメリカが企業が所有しているリチウム鉱山なんですが、ここでも大きな問題があると。 チリってまあどちらでその乾燥地帯が多いわけなんですけれどもあのこのリチウムって生成するのに真水を大量に使うっていうことなんですねでただでさえその乾燥地域では水っていうのは非常に重要なものにもかかわらず、まあ、このせいで水不足深刻化している地域があるとであの IER っていうね団体があるんですがそこの報告によると 鉱山周辺の65%の水源がもうリチウムの生成に使われてしまってるっていう現実があるようなんですね。で、えっと、ここ、先住民族が非常に多く住んでいる地域っていうことなんですが、住民以上にリチウム業者が水を大量に使ってると。 で、その結果、チリ国内の水が枯渇していって、川であるとか湖が消えているところがあるっていうことなんですね。で、これ、大げさに言ってるだけだろうっていうふうに思うかもしれませんが、現実として、えっと、アタカマっていうのかなって呼ばれる、6000年ぐらい前から先住民族が暮らす土地があったんですが、結局、このリチウムとかの生成のために水がどんどん持ってかれちゃったせいで、水不足が起きていると。そのせいでもう生活できない場所になってしまっているっていうのが、まずあるっていうことなんですね。で、 さっきも言いましたが、その、環境正規マンたちっていうのは、その、環境を守るためにこれをやるんだって言ってるんですが、その結果こういうことが起きているところに関しては無視しているっていうのは、明らかにおかしいと思うんですよね。で、他にもあって、えー、っと、まあ、一番重要、多分これが多分ここからさらに社会的に問題になってくるかもしれませんが、今後共和国 はもう現代の奴隷労働が起きてるとも言われているんですね。で、えっ、ー、と、今後っていうのはコバルトっていうのはそのバッテリー生産に必要な原材料の世界 一の生産量を誇っています。大体7割ぐらいがここなんですね。で、まあ、そこの現場ではこういう子たちがいるっていうことなんですが、どう考えても子供ですよね、この子とかはね。はい。で、えー、っと、今、途中までしかここまで読めてないんですが、コバルトレッドっていう本が最近発売されました。で、ジャーナリストの人が現地で見た惨状っていうのは記されているわけなんですが、今、半分ぐらいまで読み終わってるんですが、そこの内容をちょっと紹介しておきたいと思うんですが、例えばさっきからお見せしてるこの写真の中のこの赤で顔なところ、この二人見てもらうと、手作業してるのわかります 手前とかとここに立ってる人っていうのはスコップ持ってますよね。じゃなくて手作業でなんかやっていると。ここも結構問題だっていうことなんですが、土の中ってコバルトだけじゃないんですね。例えばウランであるとか、あと銅とか、まあ、そういう人体に有害なものが色々含まれている砂がこれなんですよ。 なのでコバルト採取って言ってますが、それだけをやっているわけではなくて、他のものも混ざっているものを直接触れているわけですので、例えば急性皮膚炎だとか、癌の罹患率っていうのも非常に高いということなんですね。 なので、こういう意味ではその環境問題って、えっ、ー、と、健康問題っていうところがあることを考えると、さっきバイデンが言ってなんか公衆衛生がうんたらかんたらっても意味がわかんないですよね。もうこういう人たちのことは無視でいいのかっていう話になりますし、あと何より、彼らのその労働の実態がもう最悪なんですね。えっ、ー、と、現地取材であったマカザっていう子が言うには、1日だいたい40キロから50キロぐらいを袋の中に詰めて採取していると。 で、それで得られる報酬っていうのが、1日あたり2000から2500今後フラン、ドル換算すると、1ドル10セントから1ドル40セントぐらい。日本円換算するまあ100円換算で、110円から140円ぐらいの報酬しか、この、 こんだけ危険な目にあっても得られないということなんですね。もちろん彼らは強制労働を強いられているわけではないんですが、まあ、これしかやることがないっていうところも現実としてあるっていうことなんですね。なのでもう生きていくためにはこれしか道がないっていうところになるわけなんですが、僕たちが普段使っているそのバッテリーを含むいろんな機器ありますよね。その裏ではこういう現実があるっていうのが知るべきだと思います。で、え例えばこの、 取材に応じてくれたマカザっていう子が言うには、そもそも以前住んでた場所から実は追い出されていると。その昔住んでた村が壊されて移住せざるを得なかったんですが、それなぜかって言ったら、その村の真下が鉱山になっていると、あにできるということで、もう鉱山にするために村が破壊されて、で、強襲強制移住させられ、で、あぎくの果てにそこでこういう劣悪な環境で働かざるを得ないことになっているということなんですね。まあなので、その、いろいろと、 環境正義マンさんたち言ってますけれども。 まあ、それプラスで言って、社会性暇も含めてですね。叫ぶ、叫ぶべきってここじゃないのかなそのか黒人差別がうんたらかんたら、ジェンダー平等がどうのこうのって言ってるけれども、そういう人たちが叫ぶべきはこういうところなんじゃないのかなって、個人的には思います。はい。で、えっ、ー、と、まあ、これが今現実としてあるわけなんですが、本当は本の中には他にもいろいろ書いてあったんですね。そのもう、赤ちゃん背負った状態でお母さんが頑張って働いてるみたいなところもあるようなんですが、はい。まあ、こういうような、言えない現代の、 ん奴隷労働みたいなところが今起きてしまっているというのも現実であるっていうことなので、え、この辺を僕は社会正義マンたちにぜひとも、え、追求してほしいなっていうふうに思いますが、まあ、彼らはそういうところは目をつぶるっていう感じですね。はい。っていうような、え、現代の闇を皆さんに紹介しました。ということで今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。え、最後は、え、デブタネでお別れをしたいと思います。これは朝ですね、あの、外に出るための、え、ドア開け待ちを待っているデブちゃんと、なんかタヌキ君はよくわかんないけど、僕を見上げていましたっていうところですね。はい。ということで最後までご視聴ありがとうございました。 失礼いたします。